はい、皆さんこんにちは。ストリートインストラクター井川直介です。あなたのスキルをエクセルでエクセレントにしたい。冬が暑い、もう北海道、なんかもうスカッと晴れないでね、なんかジメジメしたのが暑いんだった。まあ、今日はまあ特別暑いですわ、本当にね。まあまあまあ、そんなことはいいんですけど、はい、ところで、今日は、またね、ちょっと VBA のことを紹介したいなというふうに思います。VBA の、ループのことですね。ループのことをちょっと、Excel からアクセスに転送するのをちょっと絡めて、紹介をしたいなというふうに思います。今まで皆さんにご紹介したのは、まあね、レンジの B、3、4っていうふうに1個ずつこう飛ばしていく方法だったんですが、じゃあ大量のデータをアクセスにスポーンと飛ばす方法はないのかというと、これはあります。はい、あります。で、その方法を皆さんにご紹介したいというふうに思います。それで、まあ僕の動画、180本近く上がってるとは思うんですけど、今回に限っては、サンプルファイルはお渡しはしません。ちょっと皆さんでやってみてください。そのやり方も、ご紹介、動画の中でね、紹介していきたいというふうに思っておりますので、ちょっと自分でやってみてください。もしできないようでしたら、私の方に、ご一報いただければ、またそれは質問で返させていただきたいというふうに思っております。暑いですが、皆さんね、季節の変わり目、体を壊さないように、やっていきましょう。はい、じゃあパソコンの画面に行きます。はい、それでは早速やっていきたいというふうに思います。前回はですね、皆さんに紹介しましたのはどういうものかというと、ちょっと、前回っていうかね、だいぶ前ですけどね、あの時はもうまだ、雪があったんですか北海道は。今はもうクソ暑くてやってらんないですけどね。はい、違うな、これじゃない、入力フォームだ、失礼しました。はい、入力フォームで、こういうのを、転送するにはどうしたらいいのかということをご紹介したというふうに思います。はい、それで、ここじゃない、標準モジュールの方だな。はい、で、ちょっと見えますかね。社員名がレンジの、B に等しい、社員 ID がレンジの B3、B4、B5、B6 というふうにしまして、レンジっていうのは、セルの一個一個ね、こういうところを指定して飛ばすっていうことが、飛ばすときにやるんですけど、じゃあ、ちょっと今ここに新しく作ったんですが、これ今入ってるのかな？入ってないですね。MT 申し込みというものに関して、なんか知んないけどデータが吹っ飛んでしまったと、バックアップは、Excel の方にしてあったという場合にですね、これをそのままもちろんコピーして貼るのも全然構わないで、それでもいいんですけど、例えば、大量にね、あるもの、要は、皆さんが一件一件なんか手打ちをして入れていくんだったら、これまたね、入力の方でもいいかもしれないんですが、ドバッとなんか CSV かなんかで吐き出されて、それを、テーブルに、追加したいというような場合ですね。その場合にはじゃあどうしたらいいかというと、これは、マクロ実行でこうやると、テスターの転送が完了して一気に飛ばすことができます。こういうふうにね。これじゃあどういうからくりになっているのかというとですね、これは、前回皆さんに、4NEXT の、構文を紹介したんですが、今回は、4NEXT は使ってはいません。なぜか私は、アクセスに転送するときはこっちで使っています。はい、どこが違ってるかっていうと、前はここね、レンジの B のいくつっていうふうになったんですけど、セルズが来てます。セルズ。この方法は、どういう時に、使うかというと、会社のシステムかなんかで CSV でボーンと吐き出されて、その吐き出したものを加工するときに一回アクセスに、経由させることが私の業務ではよくあるんですね。だから むしろここをレンジで指定することの方がむしろ稀です。はい、
まれですね。で、ここをレンジで指定しないでセルズでやります。そうすると付け加えたのがここね、おなじみの dim i as long、i は数字ですよ。で、with rs の下に i は、2から始まるというふうに宣言をします。2から始まるんだぜっていうふうにね。つまり、これはどういうことを言ってるかというと、セルの、ここから転送が始まると、ここ転送しても飛んでいかないですからね。全然型違ってますので、まあ、全部さ、短いテキストだったらいいかもしれないですが、そんなことはありえないので、2番目から、転送しますと。そして、do until cells 1カンマ1がなくなるまで。これね、何が便利かっていうと、例えば、吐き出したものの中に、どうしてもなんかね、こうやってやってる時とかっていうのがあると思うんでですよ。で、いちいちこれ前列指定するのはめんどくさいので、通常重要な A 列っていうのは空白になってたり、物がなくなってたりっていうことは多分ないはずなんですよね。だから、これこのままでこういうふうにやったとしても、この、A 列がなくなった、A の137がもう空欄なので、このレコードは飛んではいきません。なので、 do until cells の1の i がなくなるまで、add new で、ここに入っているフィールドをこれずっとやりなさいよというふうにやってます。そして、おなじみの i イコール i プラス1、そしてそれをループさせろと。このひな型を付け加えると、セルズをレンジに変えなければならないんですけど、これを付け加えると大量のデータが、飛んでいくことができますと。じゃあ、これをどうやって変えたらいいのかということもちょっとお見せいたしましょう。まず、アクセスから、適当な欄でもいいんですが、こうやって1行コピってきてください。そして、ユニコードで貼り付けます。貼り付けました。で、ここを、コピーします。いいですか。で、これと、セルと行を入れ替えます。そうすると、ここね、ここに入れます。そして、ここ引っ張ってきます。まあ、通常はここレンジになってるかもしれませんが、お手数ですけどね。例えばここの部分なんですが、皆さんにお渡ししたファイルはこういうふうになっているはずです。で、このレンジを変えます。セルズの、i カンマ1というふうにし、ああ、これ L になっちゃったな。すいません。失礼しました。で、あとは、ここを、よっと。そうすると、ここのね、最後の i のか、後ろの1は、セルが自動的に連番を振ってくれるので、あとはもうこれ簡単ですよ。イコール、フィールズの、契約番号のこれと。できました。で、これを、パーッと相当して、これをコピって、どこだ？ここのところに貼ってやると。で、今さっきお見せしましたけど、ここの部分ですかね。これ iPhone XR っていうものがこうずっと、まあ、ここやっててもいいです。はみ出ていたとしても、 A 列がなくなったらこれは転送させませんので、135で終わりますと。じゃあお見せいたしましょう。データ転送完了しましたと。で、ボーン、ね。来ましたね。びっくりした。
はい、そうすると、きっかり135番目までが転送されているということですね。はい、今日の、やることは、ループの仕方っていうのはいろいろありまして、僕が一番好きなのはやっぱり for next 構文なんですけど、ね、この do until 構文、ね、do until sell がの位置がここがなくなるまで、ね、そして1、AI プラス I イコール I プラス1カチッカチッカチッってこうメーターを叩いていくようようですね。それをループさせなさいということですね。まあ必ずこの、変数の宣言も忘れずに、で Do Until を使う場合には、必ず、この I が何番目から始まるのかということを必ず、宣言してください。じゃないと0から始まってしまうので、何番目から始まるのかということを必ず宣言するということ、そしてね、i イコール i プラス1、これ未だに私もうんって悩みますけど、この、これを忘れないように、そしてループさせるということですね。はい、これで大量のデータが Excel にあったとしても一瞬でアクセスに移せるというお話でございました。はい、ではパソコンはここまでにしたいというふうに思います。はい、いかがでしたでしょうかね、今日の、動画ね。はい、こうやってDo Until を使うと、スポーンといけるっていうこともね、ちょっとご理解いただけたかなというふうに思います。なんで今日これやってたかっていうと、会社で、このことをずっと僕やってまして、あ、そういえばこれ紹介したことなかったんじゃないかなと思って紹介してみようというふうに思いました。はい、まあまあまあ、いろんな、役に立つ技ご紹介していきたいというふうに思いますので、次回の動画でも私と一緒に、アクセスエクセルのスキルアップ向上のために、頑張っていきましょう。はい、それではストリートインストラクター井川直介がお送りいたしました。次回の動画までさようなら。本日も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。この動画では現場で役立つエクセルアクセスのスキルをご紹介しております。こういう動画を上げておりますので、どうぞ皆さんご視聴いただきますようお願いいたします。コメント、ご意見、質問等ございましたらコメント欄に書き込んでください。また最近サブチャンネルもオープンしましたので、ご興味のある方ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。